佐藤和夫、動画チャンネルです。このカッパエビセン、ここにハブを告げるのって書いてあるんで、ちょっと買ってきて食べてみました。そしてまたここに当たりくじじゃないですけど、出たらハッピーなんて書いてあるんで、ちょっと出たらラッキーだなぁなんて思いながら、ちょっと初めて買ってみたんですけど、まあ、味もなかなか美味しくていいなぁと思っていたんですが、初めて買って当たりました。出たらハッピーの、本当にこんなものが入ってるんですね。本当に今日は嬉しくなりました。ちょっと10時と3時のお茶の時にちょっと食べたいなと思って1個だけ買ってきてみたんですけど、ラッキーです。終わります。